はいいでもオクポンでございますうー暗号通貨、既存の通貨がですね比較的順調に上がってはきてるんですけどもビットコインキャッシュの上げがあやっぱりすごい。で1本前、24時間前かな、あーでえビットコインとおの BTC 比ですね。 比率が、まあとまあ、ビットコインキャッシュを8倍すればビットコインの価格に行くというところだったんですけども現状7倍というところでございます。で24時間の上昇率も5.5%というところでねで 7, 日対7日で見たら91%の上げとで一番目立ってますよね。ここ時価総額を20位まで見ても一番上げてると。 うんと25位にビットコインプラチナムかなあプラチナムじゃないなプ,プ,リプリペイドっていうのかな,ないごめんなさい。えー、わかんない。BTCP っていうやつね。これが113%。ビットコインの,この、まあ、親戚というか、ね、ビットコインキャッシュダイヤあー,、まあ、うーんとブラックっってありましたっけホワイトだったかなあはないかな あまあ、まあ本当にビットコインのキャッシュもそうだしビットコインもそうだしゴー,ルドかゴールドもそうだしあとビットコインの値、ね、上げがねこの分決者方々の,このビットコイン兄弟っていうのか姉妹っていうのかあ、まあ、家族一同がね、うん、これずっと気にしてるんだけどもこれな何かあるんですかねそれ知りたいですね。 私はこれなんかあ、芝生で何かあるのかなと思ってるんですけども、芝生ってのは思いでお金を、まあ、そこに入れてると、枚数を集めてると、こういうところじゃないかなと思うんですよね。結構な値段なんですよ。うん、本当に。 本当にこのね、えー、こいつ、この対象方を見てるとおん、これなんかあるっしょっていうね、そういう勢いすら感じられる。無視はできないんじゃないかなと思っております。はい。話は変わりましてですね、ビットレックスが変。これ、昨日もかな、24時間前にもログインしようとしたら、ちょいとおかしかったのかなあっていうところが出てます。はい。で、まあ、これは終わり。 変ですね。見れないです。で、マイ,イーサーですね、こちら、ログインしないようにっていうことで、何かね、いたずらが入ってるようです。これ、ツイッター上でもちょいと上がってたのと、あとは、テレグラム内でもお話が上がってて、ちょっと危ないから触らない方がいいっすよっていう話が出てるので、まあ、そちらの情報共有でございます。 えーでですね、えー、っと、まあ、これはニュースで一番面白いのかなと思うんですけども、1回で100億円強相当の送金、手数料はわずか40セント、暗号通貨ライトコインが話題にっていうところで、107億円9900万ドルを送金したよっていうことで、うん、取引はわずか二点、あ違う、2分30秒で完了し、手数料はたった40セント。暗号通貨の支持者は暗号通貨送金システムとして従来の決済システムに よりも優れており今回の取引はその証拠となるしと指摘しているすごいですよね、えー、2, 2分30秒で、えー、107億円が送金できたともうこれは あこのまま読んでいきましょうかね、せっかくなんでね。巨額の,ライ,驚愕のラ,イコライトコイン取引が暗号通貨コミュニティで注目,注目を集めた。4月の19、1回の取引で9900万ドル相当のライトコインが送金され、レディットで話題となった。取引に関連した ID は不明。取引に関するステッド書き込みは2 0日。 20日午後、ライトコインのサブレディットで人気を集めた。レディットユーザーは取引わずか2分30秒で完了し、手数料はたった40セントという事実に驚いた。ライトコインの価値が証明され、9900万ドル、送金手数料40セント、しかも2分30秒しかかからなかったと、レディットユーザーの B30 は書き込んだ。 別のユーザーは従来の決済システムは送金には何日もかかり、さまざまな手続きが必要で多額の手数料がかかると指摘した。そんなことはないんじゃないのっていう話でしょうね。40セントは安いよと、107億円もね送金してっていう話ですね。 でライトコインやリップルといった暗号通貨の支持者は暗号通貨現行の決済システムよりも特に国際的な決済においてより安価でより早くより信頼性の高いシステムにな,るなりうると主張しているライトコインは6番目の市場規模を持つ暗号通貨20日時点で84億ドル相当が流通しているライトコインは 2011年より決済が早く安価な暗号通貨としてビットコインから発生したっていうところですねこちらがニュースで上がってる。 えとこちらのニュースはどのぐらい前なのかなで記事がいつ書かれたのかっていうのは分からないんだけども現状今分かる範囲内で言うと19日にその手,手数料がね、えーまあ、9900万ドルをもう読んだんでねあれなんですけどもまとめるとですね9900万ドルを4月の19日に9900万ドルをライトコインで送金するのに2分30秒で送金がかか送金時間がかかってしかも手数料が40セン それだけなんですよ。それだけなんだけども、これ、暗号通貨の破壊力が、ここにね、えー、ま,じまざまざと見せつけられたあーっていうところじゃないですかね、もう銀行、本当にいらねえよと、本当にね、そんな感じでございます。えー、でですね、まあ、こちらからちょっと雑談、以前ね、こういう話,ういう話をしたことがありました、ロボネコヤマロボネコヤマこちらをですねお話をしたことがあると思います。 えー、ロボネコヤマトとは何ぞやんなんですけどもこちらはあ黒ネコヤマトですあのね猫、えー、ちゃんの黒ネコヤマトがいよいよね、えー、4月の24おお昨日ですね日付12時超えてるんで変わってるんでね昨日昨日どうやら実装させたというところですで関わってる会社は DNA えっ、ー、とモバモバ モバ何でしたっけモバっていうなんかモバゲーかモバゲーの DNA ですね。DNA。うん、あちらが関わったと。ヤマト運輸と DNA。で、神奈川県藤沢市の一部地域において、17年4月から1年間実施した自動運転社会を見据えた次世代流物流サービスの実現を目指すプロジェクト、ロボネコヤマトの 一貫として4月24月自動運転車両を用いたあ配送の実証実験を実施したと昨日やったらしいですよ。で範囲内はあちょいとねまあここからあ説明をすると総合距離は 6km でまあ実験の流れっていうのはあ丸1からねロボネコ山と車両をお宅配物 荷物を預、まあ、けたとロボネコヤマトに入れたよと。で2ドライバーレスでの自動運転車両による1の荷物の受け取り。で3信号を情報を受信し自動運転走行。4、うん、ロボネコストはあ地域商店1店舗目の商品集んていうの商品を、うん、要はロボネコヤマトに乗っけたよっていうね。で5 ロボ,ネロボネコストは地域商店2店舗の、ま、商品を預かったよ。ねえー、6ドライバーレス封鎖環境内での自動運転車両による4号の商品の受け取り要は預かったあ商品をね品物を届けたよっていうね えそれの詳細ですね、えー、昨日行われた、あそれを行ったというところですねで、運転席にドライバーは着席しない状態での自動運転、助手席にスタッフが着座、一応、助手席には人が乗ってたんだけども、運転席には乗ってないっていう感じですね、でまあ、ねロ,ロ,ロボネコヤマタの説明があるんですけども、どういったものなのかっていうと、車内に保管ボックスを設置した専用 EV 車両を使用し、まあ、電気自動車ですね。 AI による配送ルートの最適化を行うことでお届けの時間帯を10分刻みで指定できる次世代,が次世代物流サービスですうーん宅。宅急便の荷物を望む時間帯に望む、なごめんなさいえ、なんだろう、合ってんのかなあー場所で。 受け取ることができるオンデマウンド配送サービスロボネコデリバリーと地元商店の商品を事前にインターネット上で一括購入して運んでもらうことができる買い物代行サービスロボネコストアの2つのサービス対象エリアに住む対象エリアにお住まいのお客様に提供していますなおロボネコヤマトは神奈,神奈川県藤沢市 DNA および大和運輸での締結した協定に基づき実施しております。なんか決まりがあるんでしょうっていう話ですね。うん、でこれが実装されると何があるのかっていう話なんだけどもあーだから要は自動運転でざっくりね本当に人がいらないよってことなんですよ。宅急便を、まあ、荷物を買ってねアマゾンとかで買ってアマゾンで荷物を受け取って。 でそれ配送されるのがのぼ猫ロボネコマトの車でございますとでそれが自動でもって、えー、まあ配達される家、えー、商店、えー、店に届けられるってことなんですよもうそれそれだけなんですよそれだけなんだけどもここに人は関与しないよってことが一番でかいんですよ、うん、であのー、これすごく私今 今日のねこの自動運転のロボネコヤマトに対してタイムリーな話があって、えーまあ、多分その人をねまだ20代の子にね20代の前半の子にこういう話をしたんですよロボネコヤマトっていうのが実装されたよっていう話を直に伝えたそしたらあそのアメリカの方で人死んだみたいじゃないですかって言うんですよで,、うん、で私は後悔したんですよ人って高齢者であってもアクセルとブレーキの踏み違いで人って殺すよねって っていう話をしたんですよそれはリスクで何、えー、て言うのかな多分自分が今から働くにあたって、えー、自分の労働環境を乱されるのではないかっていう心理的圧力によるう発生だと思ってるんですよねその子のね、うん。なんだけども望もうが望まいがあこれはおそらくおそらくというか進んできます。 だから、暗号通貨、暗号通貨って私が推してる、もちろん私だけではなくて、暗号通貨を参加されてる方、ポジションを持たれてる方、a i ダ参加されてるイーサリアム、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、リップル、いろいろな信者、信者あるいはいろんな通貨を一人で持たれてる方がいらっしゃいます。で、その中で、えー、なんでこの方々は暗号通貨に対して未来が明るいよ、暗号通貨に対して未来を託してるのかと言いますと、 これはですね未来が明るいだけではなくて今までのこの感覚では私たちはや,やばいよねっていう話とやっぱりその未来に対する種まきだと思っての行動だと思うんですよね言動。 行動でポジションを取るリップル買う JPY 買う買える JPY からビットコインに変えるエイダに変える取引所開設する送金するビットコイン送金する買うっていうねそういうことをやってるっていうのは未来がこっちは面白いんじゃないかなっていう。 もちろん面白いんじゃないかなっていうのが先行としてあると思うんですよ。暗号通貨っていうのが今回ライトコインでね9900万ドルを送金が2分30秒で40セントたった40セントの手数料で107億円分の送金ができましたとじゃあ銀行どうなのと銀行いるのいらないよねって話ですよね。で銀行いらないとは言うけどじゃあ銀行の働いてる人どうなんのって いいいいらななよねっていう話じゃないですかざっくりとで機械的に処理したらいらないよねとか思いね思い思いとか心とかっていうものをそこに入れるんであれば今まで、えー、こうやってた働いてくれてでそのまんま雇ってきたいっていうのは経営者側の気持ちとしてはあるんだけどもなんせなんせですよ。 あんと世の中の,その流れがそっちの暗号通貨の流れになってしまった自動運転の流れになってしまった決済はスマホで決済をするのであればそこに対して人がいらない。 えー、アマゾンでは無人コンビニができる、でそれどうするの決済はって言ったら、で国を超えたときにどの通貨で決済をするのってわざわざ手すりを変えて米ドルに変えるの、円に変えるの中国、香港ドルに変えるのんでフランス、フランスだとか、ね、ヨーロッパに行けばあーユーロに変えるのって面倒くさいじゃないですかって話ですよね。であればもうスマホ一つで、えー、決済ができる暗号通貨っていうものでビットコインだったらビットコインでもいいんじゃないっていう話じゃないですか。 でビットコインを変えられるエイダもそうなんですけどもそういう ATM がもうできてるじゃないですかあるいはデビットカードがデビットカードが出てきてるじゃないですか。 うん、都内で23日にね、えー、セミナーがあったみたいなんですけどもあのデビットカードも込みのねセミナーだと思うんですけども話あなんか聞,聞かれた方でここまで話していいよっていう内容を持たれてる方がいらっしゃったらあコメントをいただきたいです。はいい、えーでででもでも構わないのでどののど程度の未来がね、えー、予知されてて えでその未来に対しての種,種まきというかね、準備というものがあ進行しているのか、で実装はあどの辺にそういうものが、ATM っていうのが広がる、あるいは ATM と外資でスマホで、ね、全部、全てが解決するっていうね、えー、ところでうん、なんていうのかな、行けるのかっていうお話を持たれてる方は、ぜひぜひ、えー、ここにね、えー、コメントをください。えー っていうところですでやっぱり、あのー、もうこういうものっていうのはじゃんじゃかじゃんじゃか進んできますんで自分が求めようが求めまいが資金があろうがな,な,なかろうがこれは進行していくと思います。でこれを迎え撃つある、うん、迎え撃つのも楽しみながらねそれに対して迎え撃つのか臆病に縮こまって萎縮していやそんなことないと。 もう今まで20年も30年も40年も50年もね半世紀もこの紙幣に日本円半世紀まで見たら日本円のなんかブレジグなんか破綻ってあったっぽいけどね半世紀半世紀だったらないかな50年ぐらいだったらないか。 えだから、そういったことが起きるんではないかって話ですよね、日本のまあ財政破綻っていうのはないないっては、みんなね、株の長い、歴が長い方はないないっては言うんだけども、そこはなんとも言えないです私も。そこはあの日本の財政がちょこっとの知識しかないから、1800兆円の預貯金があって、今、日本の借金が1000兆円を超えてるぐらいですよ、私のざっくりとした知識は。 でそれが増え続けてる,増え続けてるで国はそのお、まあ、預貯金とおな借金が 相違するまでに破綻させればその借金がゼロになるからいいんじゃねって話っていうのがあまあ破壊的なんだけども暗号通貨としてはその破壊的なことが起きれば起きるだけ暗号通貨の違いが来るんじゃないかなっていうもっと突閉をしもないほどのビットコインの価格うっていうのもイーサリアムの価格エイダの価格必要性っていうのがなされるんじゃないかなと思ってるんですけどももちろんその おお JPY 日本円を信じるっていうのもそれはそれでいいとは思うんですけどもおおただリスクヘッジとしてえー、怖いものを見たさあるいは面白そうだなっていうところで少しポジションをねやっぱ暗号通貨ってものに対して、えー、入れといてもいいんじゃないかなと思いますポジションはやっぱり自分が未来が明るいよっていうところにお金を入れるかどうかっていう話だけなんでこれはもう人がどうこう思うが思わないがどういう流れになるのかっていうのは本当すべてがあ自分 自己責任で自分が許容できると。で、自分が、あまあ、ここ、また同じことを言うんですけども、これ結構、いや、ね、あのね、シュールな言葉なんだけども、すごくいい言葉だなっていうのが、まあ、毎、なんかね、えー、2回、3回に1回ぐらい、この言葉を言うんだけども、えー、っと、出てこないな、えー、っとね、えー、っと、 まあまあいいやあのー、いやよくないかでまあ今探してるんですけどもその何て言うのかなもうこのサインポストとかもそうっすよあのー、AI レジだから品物をバーって並べたら金額がバーって出てじゃあどうすんのっていうね えーで金額がピコンと出たら、じゃあ、レジスターの人いるのいらないのでいらないよねって話じゃないですか。でも、この流れってのは本当に来ちゃってるんで、もう本当にこれをね、否定しようが、なんていうのかな、肯定しようが来ちゃうんですよね。あとね、ちょっと気になったのがあった、これね、ツイッター今、眺めてて思ったのが、外国人の増加なんですよ、人口減を緩和する流れで、外国人ってものすごく増えてるんですよ、日本の国内にね。 うん、で、あのー、これってのは今後もおそらく広がっていくんだと思,い思うんですよ。どん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 増えていくと思います。あれ、これ、データ取れないかな。ああ、これ、これがいいな。えー、っとね、総務省は13日、17年10月1日時点で人口推計、統計、統計っていうのかな。数数まあまあいいや、もう人口の 推移を、ね、発表したと。外国人を含む総人口は16年度に比べて22万7ない1人少ない1億,億2670万人となり7年連続で減少した。外国人の過去1年間の入国者数,は数からは出国者数を差し引いたどん なんだ、純流純流っていうのかな。純流入数は過去最多の14万7000人に達した。人口減の加速を外国人の増加を緩和する構図が鮮明になった。うん。うん。外国人が増えてるよっていうことなんですよね。うん。ざっくりね。えー、っと、昨年の。 まあ入ってきてる人たちが14万7千人増えたってことですね、外国人増加。でも人口は日本純、人なんていうのかな、純日本人,人に、純日本人のその人口は減ってるんですよ。でも、外国人があ1年前と比べたら14万7千人も増えてるんですよ。それは目立ちますよねってね、アジア系の方がいっぱい増えてて、で工,事工場で、ね、働いてる。まあ本当にこういう感じなんですよね。 でこれもそうなんですよ、やっぱり、あのー、認めようが認めまいが、もう人口減ってるんだから、もう国があどんどん入れるしかないじゃないですかって人うん、まあまあ出てこないな、で、そうあの、自分の責任ですね、許容できる範囲内で、えー、それを責任を持って、えー、その情報を仕入れるって、ツイッターをほら、ツイッター,をーの情報を切った方がいいよっていう話ですね。 うん、話の時にこの話をしたんだけどもお非常に大事ですよねうんあっとあこれか自分の人生に責任を取れる声だけ取るっていうねでこれが本当にロボネコヤマトっていうものがもう進まないよともうここで終わるよと荷受けがだって人が乗ってないロボットがねロボットの車が荷受けなんか荷物の配送とかね でそれを人に届けることできないじゃんって思えばあそこに対しての情報は取る必要はあおそらくないのかなとあでもおここのお面白そうと自動でやれるんであれば人間がやる今からやれるのはそれは あ感情に対してとか面白いとかおかしいとかそういう部分に自分っていう価値を転移することだなって思う方も多分いらっしゃると思うんですよ。労働の時代は終わったとそれはロボット AI っていうものが今後解決してくれると。であれば自分たち労働を今やってる人たちって少なくても仕事が減ってくんじゃないか。もちろん,もちろんロボットに取られるっていです のもそうだし人間同士の仕事の取り合いっていうのが起こるんじゃないか。で、そういう風に思ったんであれば、本当にそういう風にね、自分たちの感情、自分の、うん、頭で感じるものが価値化していくと私は思ってるんですよ。で、今やってる労働っていうものと、労働っていうものはどんどんなくなっていく。で、その設備投資をしていかない企業っていうのはどんどん倒れていくと思ってるんですよ。真面目に。 本当にそれは思ってて、だから暗号通貨っていうものとか、今株とかもちょいちょい毎日のように見てるんだけども、ザラば開いてる時やね、起きれる時や見てるんですけど、で、そういうのを見てるっていうのは、結局時代の流れが分かるんですよ、株とか。で、今日は上がったね、銘柄があるんだけども、これちょっと今紹介。で、時代の流れがね、本当に人っていうものを労働からね、 えー、卒業させるっていうねそういううなん何ていうのかなああ合に入ってきてるんです、うん、でこれを信じようが信じまいがねロボネコヤマトの話をしてその方を信じいられなかったのかもしれないんだけどもでもでもですよ、うん、で今日ねこのねヒーローズっていうのが上がったのよでヒーローズって検索してもらうと証券番号がね4382なんで4382を ツイッターの枠に入れて検索をしてみてください。これはあのー、何がすごかったっていうと3日で10倍になったんですよ。この銘柄って。ヒーローズね。うん。ヒーローズってのを検索してみてください。4382ね。4382で検索,検索するととんでもない数字があ出てきますからね。えー、本当にいい3日で10倍銘柄。 があ今今日日出たんですよ今日寄ったんですよね寄ったっていうのは買い取りのあ暗号使いやられてるから問題ないと思うんだけども買い取りのね板が成立して値段が出たっていうのが4382なんですよで、えー、これはね何をやってんのかっていうと AI ロボット系なんですよ仕事はね AI ロボット系で株ってのは 何でもかんでも先行して動くんですよ。詩枠で動くから。それができる、できないとかではなくて、えー、そのね、どういったもの、これね、面白いよ。ヒーローズ株式会社は4月20日に東証をザズずに上場しました。ただ、これは序章にすぎません。人工知能、AI、革命を起こし、未来を作っていくことで、社会に貢献できたらと思います。これんだろう。ヒーローズの人の社長、あ これ社長だわ。うん。ああ、これ社長だわ、ヒーローズの。林隆弘さんっていう方が社長なんですけども、まあこれ、当初マザーズで、序章に過ぎないと。で、これが10倍銘柄なんですよ。これね、すんごいんですよ。だから公募が45万ぐらいで公募して、それがあ450万くらいになったんじゃないかな。450万超えたんだよね。 で、終わり値はあ下がってます。うーん、420万ぐらい。最低単価が、単元が420万円ないと買えない。で、それがあ終わり値。ただ、これストップ安になってますね、下ね、えー。これは売りはおそらくできない。あ、初日だからできんのかな。まあまあ、わかんないや。あのー、ストップ安にはなってるんですけども、一旦ね、10倍までいったんですよ。これ見てたんですよ、夜ところまで。 うん、見てたんだけども10倍になったととんでもないよねうんねうんそうそうそうでこれあのー、AI なんですよ AI とやっぱりロボット銘柄なんですよね、うん、だからこういうものに対してこれだけね資金が今入ってるっていうことが あーなんだろう大事なとこで物事世の中っていうのは今こういう場所に金が入ってるってとこが大事なとこなんですよ。一旦暗号通貨もねとんでもない10 16億5,000万円くらいからとんでもない,い,い、ね、年末の上昇があって。 えー、80億とかなあ、それごめんなさい、いい加減なこと言えないんで分かんないんだけども、ビットコインが200万とか240万とかなった時に相当数入ってたわけなんですよ、資金があれだけね。でも、ビットコインとか暗号通貨にあれだけ資金が入ってるってことは、それだけの期待なんですよ、ビットコインが何ができるかっていうのは問題じゃないじゃないですか。これ株と一緒。 今回の先日寄ったねヒーローズとヒーローズも同じで AI だとかロボットにこれだけの今期待が持たれてるんですよだこれもそうですよ望まぬ世界がもしかしたら起きるかもしれない世界ができてしまうかもしれない AI がターミネーター2っていうのを見てもっとね新しいのがよくわかんないからターミネーター2にしちゃうんだけどもターミネーター2はね えー、人間を襲うロボットができちゃったんですよねでそれが液体金属かなんか液体金属って言って何でやってもまたくっついちゃうんですよあ。マジンブーみたいな感じです。マジンブーだってあれがあれみたいな感じですよ。であれが人,人をチョコにしちゃうじゃないですかマジンブーって。でチョコにしてペロッと食べてでそれで終わってしまうじゃないですかその人の命って。 で人,間人間との関係がね AI とロボットが組み合わさって人間との人間ってのは今地球を汚染してて、えー、環境を破壊しててぜ絶滅危惧種っていうのがバカ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 出てくる世の中で,でその絶滅通し キグシュうなぎとかももそそううメダカもそうでしょうん近場で言,う言えばね、日本ンウナギだとかメダカもそうですよ、純粋なね。うん、で、ああいうものが破壊うん、まあまあ人間がね、破壊することによって、えー、あの人たちが住めなくなっちゃったわけですよ、メダカと。おなんだっけう,んうなぎ、うなぎね。 取り過ぎちゃった、ね、多分取り過ぎちゃったんだと思うんだけども、あのー、であと環境が変わったからですよね工業化が進んで水が汚くなったとかね、えー、まあ木をバッタバッタ切って木をバッタバッタ切,切ることによって、えー、木がね今まで水を浄化してそのまま川に流れて海に流れてた水が どん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 木がなくなってね森がなくなって汚くなってってで本来であれば住めるであろう生き物が住めなくなった木を切ることによって温暖化二酸化炭素の増加により地球の周りに二酸化炭素の膜ができて太陽からの紫外線をそのまま遮断することなくそのまま地中に降り注ぐようになってしまったオゾンホールとかもそうですねオゾンホールができてそれが純粋に紫外線がに ババババン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 入ることによって、えー、なで,で紫,外線紫外線って入るんだけども今度太陽光の、ね、熱がね太陽の熱が一回地球に降り注いで地,に地上につくんだけどもそれが反射して今度お空に出てった時に地球の外側にね出ないようになっちゃってるんですよ。 二酸化炭素のってそういういことなんですねでそれを繰り返し行うことによって下ではね地上ではあ地下燃料を石油だとかね、えー、石炭だとか炊いて温度は上がるでそれの二酸化炭素でまた地球の周りを覆う覆うとまた同じこともっと濃い話ですよね。 一回太陽から熱が地上に降り注いだものが外に出なくなるまた出なくなるどんどん二酸化炭素の膜が厚くなるじゃあどうすんの で温暖化が進んで,で、えー、生命の、ね、維持っていうのができなくなるもちろんあの緑の灰と言われるアフリカの、ねえー、木うん森林が伐採されてねもうとんでもない量の、ね、森林が伐採されてると思うんだけどもであのアフリカに住んでる人たちっていうのはなんで森林伐採するのかっていうと生活ができないんですよでなんだっけなあれ木を売るのかな売るか あ畑にすんあ畑にする畑畑ににんだよ確か畑にしてでコーヒーかなんかやってでコーヒーを育てるで木を切ることによって土壌はいいわけですよ木が生えてたところの土壌は痩せてなくてしっかりした土なので栄養価が高くて、えー、植物も植物も植物も育つとでそこで、えー、その土地でね育てることによってすごくう 良質っていうのかな素敵なね、えー、食べ物だとかそのコーヒーだとかができるわけですよでそれを売ることによって彼らは生活をしてるんですよでまたそこが取れなくなったら森林を伐採して焼いて、えー、また同じようにねそこに栄養価がある土壌があるのでそこでまた畑にしてっていうことを繰り返してるでそれをすることで何が起きてるのかっていうとお二酸化炭素をね今まで吸ってきてた植物緑の肺地球 の、ね、灰と言われるアフリカアフリカアマゾンかアマゾンアマゾンのあそこのね緑の 緑だらけのところがどんどん破壊されて、えー、砂漠まではいかなくても木が生えなくなってるとで木が一回生え生え切ってしまったらそれ100年とかね10連何年とか何十年とかになるまでにそれだけの時間がかかるともうほんと悪循環でしかないんですよでしかも人口が増えてるとこれってうのは進んでるんですよどん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 今もなおこんなことやってても進んでるんですよねものすごい勢いでうん であの人たちはあの人たちで自分の生活がままならないからそれをやってるんだけども本来であれば発展してるうー、まあ、私たち日本もそうだし日本人もアメリカもそうなんだけどもそういう人たちがフォローを入れながら、まあ、中国も今いやそうだと思うんだけどもフォローを入れながらああいうのああいうところを守ってじゃあ地球っていう大事なこの空間をなんとかしていこうよっていうのが本来であるんだけども本当資本主義におっかねえところは あ何でもかんでもやっぱり自分主義みたいなところがあるからで人間の欲って本当は果てしないんですよ。うん、でその人間様がやっぱりその作ったね、えー、土壌っていうのは本当にもうそんな感じなんですよ。 だから私的にはあ暗号通貨が伸びるっていうのも見えてるし AI っていうのも望まなくてもおそらく AI があ日,本日本人じゃなく人間人類っていうものに対して敵対するっていうのもおおよそお想像がつくんですよ。 多分,多分最初の初期段階の方で地球っていうものに対して人間っていうのが犯してきたあ罪っていうものに対しての何かのプログラミングってそらく入れられてると思うんですよ。で入れられてるから今度 AI と AI でこう知恵比べをした場合に絶対そこで人間ってどうなのって話になってで人間をほんじゃっていう話になるとは思うんです。 でもそれはおそらく望んでも望まなくても最終的にはそこに落ち着くんじゃないかなと思うんですよ。で、えー、程度人口が整理されて、まあ、戦争が起きるのか AI っていうロボットっていうものが人間をどんどんこうある程度いい加減のね数字まで処理をしていくのかは分かんないんだけどもおやっぱりそういうところに向かっていくんじゃないかなと思うんですよ。 でそこは何とも言えないですよ何とも言えない起きてないことなんでただ想像上ではすごく近いところに今来てるんじゃないかなと思うんですよ人口ももう,もうちょっとで80億でしょで地球の全体のねえー、っと賄えるのが100億って言われてますで100億でどうやって人間が生活するのっていうとじゃがいもみたいなねでんぷん質が高くて栄養価が高いものを地面に植えて今であればあまあ 色々ねやり方は空間の使い方っていうのはお空の使い方もあると思うのでそういったところに何ていうのかな食物を植えるっていうふうに考えると昔のその100億よりは処理できるとしてね人間が生きるための食べ物を育成するっていうのかな作っていくっていうのも 100, 100億以上はきっといけるんじゃないかなと思うんですよ同じ空間でもね。ででももも温暖化でもっってて海面が上昇することによって土地も 上がっていくと思うんですよ一部の土地ってものすごくで土地の取り合いとかになってまあ AI がロ,ロボット AI とかが出なくてもおそらくその辺で人間同士がね土地の取り合いで争うんじゃないかっていうのもまたシナリオ的には十分ありえるし、うん、でもっと手前で言うならば今中国,中国とアメリカと日本とあとロシアあまあ日本は入んないとしてもアメリカロシアロシア中国あたりでねでこの関係性が崩れたんであれば 何かあるんじゃないかなと思ってはいるんですよ。でどこを見ていくのかっていうのはともかくとしてあの何、ー、て言うのかなゼロではリスクはゼロではないから自分たちがどこを話をねずっと戻すんだけども暗号通貨っていうものに対してどれだけのね今みたいな未来が描けてるのかどうなのかっていうところなんですよ。うんだから あのどこに価値を持ってねロボネコヤマトもそうだしそこに価値を持たれるんであれば本当 AI だとかあ、まあ、株にしてもね AI 関連ロボット関連だとか半導体関連とかねその辺を今からでもな遅れてる株を物色して安いところに安いと思われてるんであれば安いところでそこで買ってみ買っとくとかね暗号通貨もしっかりで、うん、これが来るんじゃないかなとか。うん であれば、本当にそういうものを集めていくっていうね。だも,うもうすごい長くなったんで、ここでやめますけど、だ自分があ、自分の責任を持てるね、情報だけ取,取ればいいわけですよね、うん。そこに尽きるんですよ。うん、今言ったのは、私のあくまでも想像上の話なんだけども、ただヒーローズのこのね、えー、動きっていうのは、あ未来を、直近の未来を多少なりとも予想したね。えー、でそう なんていうのかな予知できる情報なんじゃないかなと思います。うん だか,あのだから大事なのは自分の人生に責任取れる声だけ取る。で、私が言ったね、ロボットに人があこれ整理されるんじゃないかとかね、えー、人同士が争うんじゃないかとかね、人口爆発によって人同士がやっぱりこうやり合っちゃうんじゃないかとかね、そういうのはあそれが本当かどうかではないんですよね。一番大事なとこっていうのは自分の人生に責任を取れる声だけ取る。今言ったことっていうのはおそらく私たちが不安を持ってても、どうにもこう にもならないもんだと思うんですよ、うん、なので、えー、まあまあこの辺の情報共有をしました で今ですね、マイサーボレットのハッキングについてのことがね、LINE で単独でね、えー、個人、私個人の LINE の方に届きましたっていうところでお開きにしたいと思います。はい、何を信じるのかは本当にいい自分たち次第なんでね、自分の人生に責任を取れる声だけ取る。うん。で、未来を、やっぱりね、自分、未来をね、未来がいいなっていうね、思えるところに時間を特化する。で、ロボットだとか AI とか、 出てきててきもやっぱり感情だとか感性っていうね感受性感覚っていうものに対しての自分たちの人間っていう立ち位置っていうのは今以上に高くなること広がることっていうのは間違いないと思うんですけども今みたいな感じで労働で自分たちが時間を取られてるんであれば本当にそこの部分感受性感覚何なんだこれはっていう驚き。 いい知りたい欲求面白い何これって感情が揺さぶるようなあそういう時間っ時ていうかねえものに対して情報をね取っていくあるいは感じていくうーまあその場所に出向くポジションを取ってみるっていうことをしていくのがやっぱり私たちに今ねえできる最大のね 何て言うのかなあのポジションっていうか未来の種まきなんじゃないかなと思いますんでまあまあこれで切ります。はい、それではねすてなコインライフをお送りください。